こんにちは、しゅんです。ママです。今回はね、なんかしゅんがマック食べたいって言ったらね、ママがモンスピードでもう高速道路180キロで行ってくれたので、今日はマクドナルドの新商品を頼んでみました。これもじゃあまず最初に何食べる？なんでもいいよ。キュッキュッ、僕の照り焼き、皆さん美味しいよねこれ。赤いガーリック照り焼きっていうことでガンダムとコラボしてるのかな。中はこんな感じ。中が赤いバンズに。美味しそう。早速いただいてください。どうですか？美味しい。ピンポンピンポン。レタスもシャキシャキしてる。おいしい。うん、中にベーコンとかが入ってる。あとハンバーグも入ってるよ。照り焼きのお肉ちゃんだね。おいしい。うん、普段よりもちょっと辛いね。全然子供も食べれる味になってる。ピンポン。なんか味が違うね。口の中にピリピリっとしたのが若干あるけど、でも美味しいね。甘辛で、うん、でなんかソースもこれ見てもらったら分かるんですけど、なんかマヨネーズのタルタルソースみたいなのが入っ、ちょっと一味違った照り焼きバーガーになってます。続いて、こちらニュータイプ白いトリチ。名前すごいね。長いね。すごい。チーズがもうはみ出てますね。あー、ちょっといただきます。ですか？これは多分子供も全然食べれる味で、黒胡椒がすんごい効いてて、もう本当肉がガッと前に来る、もうガッツリ食べれちゃう感じですね。これはもうめちゃくちゃ美味しいかも。濃厚ですね。進みますね。赤いマックフィズっていう今年の新商品、そうくんが食べてくれます。どうですか、そうくん？おいしいって、ソースもおいしいってなってます。柑橘系の味なんですけど、結構炭酸が強めでピリッとしてるんですけど、甘すぎず暑い夏にぴったりですね。おいしい。箸が進みますね。次のね、商品はね、これです。旬が頼んだやつ、濃厚マンゴーカルピス。そう、おいしそう。食べてみます。さあさあさあ、おいしい。なんかヨーグルトの味がする。おいしい。カルピスが入ることでよりね、すごいすっきりした味わいで、普段のマックフルーリーと全然やっぱり違いますね。でこのマンゴーがすんごい濃厚で、果肉も結構こう見てもらったら分かるんですけど、ゴロゴロ入ってます。トゥルトゥルなの。これ夏にぴったり。美味しい。これこれもピンポン。これもピンポンだね。ポテト？はい、ポテトもね、美味しいね。でっかすぎるポテトです。これもね、美味しい。これなんかね、細めになってる。ピンポーン。うわ、